さあ今日はですね、東京は六本木、テレビ朝日の報道ステーションのスタジオにお邪魔しております。そしてですね、スペシャルなゲストに今日はたっぷりお話を伺ってまいります。キャスターの大越健介さんと渡辺瑠海アナウンサーです。お二人どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。大変光栄です、こんな機会をいただけて。こちらこそ、はいはい、今日この機会をいただけたのはですね、皆さんもご存知の通り、お二人とも新潟県出身ということで、新潟県の話を含めてたっぷり伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは、はい、やっぱりこう10月に就任をされて、新潟県出身者としてこう隣に座ってらっしゃるっていうのはどんなこうご心境なんですか。お子さん、普段はね、そんな意識することはありませんけれども、ただやっぱり同じ同郷の人がこの隣にいるっていうのはなんかどっかこう安心感ってありますよね。そうです ね。私も初めて大越さんがキャスターになられるで隣に座れるって聞いた時はなんかもう最初からどこか親近感があるというか、ね、うん、会った瞬間からもうタメ口でしたから、ね、新潟県内は歓喜でしたよ。あ、そうですか、ありがとうございます。少しこう報道ステーション内でも新潟というワードが聞こえる機会が増えたように思うんですけれども、うん、そのあたりちょっとこう意識されてたりするんでしょうか。出ちゃうんでしょうね。新潟を意識して喋ってるってことはないんですけれども、やっぱり新潟に関連する話題だとちょっと饒舌になっちゃったりとかありますよね。そうですね、渡辺さんもついこう新潟の話題になると触れてしまうというような、はい、なんか自然とですよね。あ、そうですか、はい、まあ、でもそんなに意識はしてないんですよ。何かすごくこう新潟のワードが出ると嬉しく感じてしまうんですけども。そうですよね、はい、まあ、やってる方も楽しいですからね。はい、大越さんに伺いたいんですけれども、はい、この報道ステーション、キャスターというお話をまず伺った時というのはどんな心境だったんですか。報道ステーションから話があったのか俺にっていうのが正直な気持ちで、はいはい、やっぱりまあ、そういう仕事に何かつきたいなっていう気持ちは持っていたんですけれども、やっぱり前の職場にいた時もそうですけど、報道ステーションってやっぱりニュース番組の僕にとってはトップランナーだったので、そこから声がかかるっていうのはびっくりして、もうすぐなんか喜びに変わりましたね。で、あ、やらせてもらえるなら本当全力でやりたいなっていうことをすごく強く思いました。なるほど、はい、何かこう決定的な決め手になったようなものってあったんでしょうか。いや、もう決め手も何も報道ステーションっていう名前が決め手だと思います。実際にこうやられてみて、今こうそこに座っていていろんなニュースを伝えている中で、うん、いかがでしょう、心境、雰囲気というのは。やっぱり、ね、スタッフのこう使命感とか士気が高いですよ、はい、この番組はやっぱり報道番組の王道なんだと、僕らが真ん中をど真ん中をしかも先頭を走るんだっていう、うん、そういう意識がこう溢れているので、自分もやっぱりそういう気持ちに乗せられているところもありますし、こうして響き合うものもありますし、やっていて充実感ありますね。やっぱり、はい、渡辺さんはどうですか、心構えといいますか、この報道ステーションに向かうにあたって。大越さんもいて、小木アナもいて、私はまだ入社2年目なので、こんな大役務まるのかなっていうところでは今でもそういうふうにも思うんですけど、2年目なので2年目らしくもう等身大で、お二人の隣に座ってると本当にかっこつけたくなる時もあるんですけど、そういうわけではなく、自然体で、はい、お伝えできたらなといつも思ってます。なるほど、わかりました。新潟のふるさとの話もたっぷり伺ってまいりたいんですけれども、はい、お子さん、新潟の思い出の場所、うん、味、人、振り返ってみていかがでしょうか。僕は新潟なんですけど、育ったのは新潟市の郊外で、はい、で新潟のこう古町とかね、はい、駅前に出るときは町に行く、町に行く、町に行く、そう、はい、だからまあ新潟って大都会で、だからこうバスに乗って行くんですけれども、こう駅前の大通りね、あそこにこう出た瞬間にパッと左手にわっとか大きな新潟駅が、はい、向かいにドーンとこう見える、ですごい大きな町だなっていうことがすごい誇らしくて、まあ、それより大きな町があることを知らなかったっていうのもありますけれども、なんか誇らしかったですね。だから思い出の場所は僕は新潟駅の駅舎で、中で例えば食べたそのソフトクリームだったり、はい、ホームの立ち食いそばだったり、それが思い出の味なんですけど、でもこれ新しくなるんでしょ。そうなんです、今ちょうど改修中で、ね、新しい姿が徐々に見えてきてます今、まあ、それも嬉しいことですけども、やっぱりこう青い日が灯る新潟駅っていう、ね、はい、歌詞にもありますけれども、姿が僕にとっては一番思い出の
光景ですよね。なるほど、うん、人っていうのはどうですか、思い出の人物。人、はい、もう亡くなりましたけど恩師ですかね、うん、高校時代の恩師、仲人もやってもらいましたし、酒も教えてもらいましたしね。日本酒っていうのは、冷やしたり缶をしたりするのもいいけど、本来そうやって飲むんじゃないんだと、今そこにある酒を飲むんだと、今そこにあるその状態の酒を飲むのが本当の酒飲みだと、教えてもらったのがいいことだったのか悪いことだったのか分かりませんけど。あんなにたくさんお酒があるのにすぐね冷やしたり缶にしたりしてしまいますけれども、まあ、それもいいんですけどね、今そこにある酒を飲む、なんかこうとてもなんか深いものを教わった気がしますけどね。そうですか、はい、ここ最近はどうですか、ふるさとに帰れてはいらっしゃいますか。まあ、コロナがあったので、なかなかその帰れずにいまして、まだ母が新潟に住んでいるものですから、まあ、母の顔を見たいなと思いながらもなかなか行けなかったですね。そうですか、はい、ご実家はもちろんでしょうけれども、ここだけは行きたいというような場所ってあったりしますでしょうか。新潟で、はい、やっぱり先祖の墓ですかね。それこそ僕 の生まれたところは寺泊、はい、今長岡市の一部なんですけども、本当お寺の多いところです、はい、海とお寺の町で、そこにやっぱりこうお墓があって、子供の時はそのお墓参りとかっていうものはそれほど意味感じなかったんだけれども、やっぱりこの年になるとなんかそこにこう身を置くことでなんか心がすっきりしていくっていうか、年齢ですかね。ある意味じゃルーツは寺泊まりなんですね。まあ、新潟市内の実家、兄が住んでいる実家に帰って、で母と一緒にその寺泊まりのお墓参りをするっていうのが、僕が新潟行く時の大体ルーティーンですね。そうなんですね、はい、そういう言葉を聞けて嬉しいです、はい、渡辺さんは私と同じ小千谷市の出身ですけれども、はい、小千谷の思い出の場所、味いかがですか。まあ、岡さんはご存知だと思いますが、はい、和田屋さんのへぎそばが、はい、私は急に具体的なすっごい具体的なんですけど、美味しいんですよ、本当に大好きで、はい、ふのりを使っていて、すごいコシのあるそばで、もう本当にまるでうどん食べてるんじゃないかっていうくらい、のど越しがあるおそばなんですよ。帰省した時は絶対に食べてます、はい、本当に美味しいんですよね、はい、いろんなおそば屋さんあるんですけど、それぞれにこう特徴があって、面白いんです、おじやのそばは。おじやっていうイメージあります？ありますよ。どんなイメージですか？ね、ちょっと変わってるんです、僕は。長岡高校も関係してるんですけど。その私の母校ですけれども、はい、で僕は高校時代の野球部で甲子園を目指していたんですが、はい、長岡高校に準々決勝でボロ負けしたんですよ。その時の監督さんが柴山さんっていう方で、はい、長岡高校のその柴山さんが小千谷高校を一回甲子園に連れてったことが、はい、あるんですよ。僕はそれで小千谷という名前がすごく印象に残っていて、まあ、実際にね、小千谷錦鯉が盛んだったり、小千谷チヂミがあったり、へぎそばがあったりっていうのは知ってますけども、僕が小千谷っていう名前を聞くとなぜか野球が浮かんでくるんですよ。私の母校と田辺さんの母校、はい、私小千谷高校の出身なので、はい、赤土がグラウンドにあるんですよね、はい、で私サッカー部だったので、こうお隣でこうプレーをしていて、赤土には絶対にスパイクで入るなと、その伝統があるんだと、一度その甲子園に出場した、はい、その証しの赤土をちょっと守るために、サッカー部は絶対にスパイクで入るなっていう、こうそういう決まり事みたいな。サッカープレーヤーだと。私はマネージャーをやっていたので、甲子園の土を踏むなと。そうなんです。なかなかね、伝統面白いですよね、それですね、私の実家は小千谷高校の裏にあります。あ、そうですか。これ新潟県内でもこの話理解できてる人少ないかもしれない。そうですね、相当コアな話になってしまっていますけれども、はい、お子さん野球の話が出たところって、はい、その話も伺いたいんですけれども、うん、いろんなコラムですとか著書を拝見しますと、はい、野球という文字がたくさん出てくるんですが、はい、お子さんの中でその野球というのはどんなものなんでしょう。なんか自分をこう育ててくれた大事なものですよね、はい、で、まあ、一緒の友達で、まあ、まあこの友達は一生自分から別れを告げない限りはいつもいてくれる友達なので、まあ、育ての親であり友達でありっていう存在で、こう僕の原風景はやっぱりこう周りが全部田んぼだったんですよね、まあ、春とか夏は無理ですけれども、秋とか春先はその田んぼがそのままグラウンドになるわけです。だから3歳上の兄とそこでキャッチボールをしたりとかいう思い出がとっても自分の中には深くって、なんだろう、
僕はなんか野球の原風景っていうのは田んぼと青空というかね、うん、不思議ですよね。あの新潟高校のまあエースとしてこう活躍をされていて、東京大学に進学をされて、やっぱりこう野球で人生をこう歩んできたというイメージなんでしょうか。そうですね、やっぱり野球をやりたくって、その神宮で野球をやりたいという思いで、まあちょっとハードル高いけど東京大学目指してみようかなっていう、そのまあちょっとこう不思議な順番で物事を考えたですね僕は。やっぱりあの甲子園に行きたかったけれども行けなかったっていう、もういいやって思って受験勉強しようと思ったけど、何を目的にしたらいいんだろうっていうふうに考えたときに、それで神宮で東京六大学野球で野球をやるっていう目標ができて、あの当時の成績では全然届かなかったんですけれども、一回浪人をして、それでもやっぱり難しいなっていうところで、まあ奇跡的に合格ができた。まあこれも縁だと思って、もう本当4月1日に入部届出しました。ああそうですか、はい。あの新潟の高校野球とかって、うん、今関心を持って見てらっしゃる。見てますよ。あ、そうですか。見てます。強くなりましたよね。どうですか印象、新潟の高校野球。あのまず甲子園に出て勝って不思議じゃないっていうところまで来たのがすごいと思うし、はい、僕はあの NHK でそれこそ前の番組を編集責任者をやってる時に、はい、あの日本文理が、うん、あの決勝で中京大中京に迫りながら負けた試合があったでしょ、はい、あれを僕の独断でもって、はい、その日のニュースのトップニュースにしたんですよ。これは、それは どこがそのどういうニュースなのって聞かれた時に、新潟県の高校が甲子園の決勝でこれだけすごい試合をするっていうのは大ニュースだと、はい、で他のニュースを差し置いてもその特集をドーンと持ってきたことがあるんですよ。お子さんが編集長ならではだからこそできた。多分他の人だったらしなかったと思いますけどね。まあもちろんあの高校の決勝だから、はい、高校甲子園の決勝、それはまあニュースなんですけれども、うん、普通はやっぱりスポーツコーナーでやるべきところを、それはやっぱりこれはニュースなんですっていうことで、まあ、多少ね、はい、強引ですけれども、はい、バッテリー その生まれ育った関川村まで受け体を出してね、はい、あそうですか、やりましたよ僕は、はい、いや本当に暑かったですよね、2009年。だからもうああいう試合ができることになったって、あの地震でやっぱり新潟の代表の選手たちも体も大きいし技術も上がってきたし、あとは場数さえ踏めばそんなに遠くない時に甲子園の頂上に立つことだって僕は無理じゃないと思いますね。期待してしまいますよね、うんうん、何かこう今の新潟の高校球児に向けてメッセージ等々ありますか、伝えたいことってありますか。もうそれぞれ練習の工夫の仕方とか、もう今まで培ってきたものがあると思うので、雪国のハンデっていうのはもう他の県、北海道にしたって東北にしたって克服してるわけですし、新潟も克服してきてるわけですから、堂々と胸を張って、僕なんかが県外の高校と試合やるなんていうことになると、ついなんか萎縮しちゃってね、力が出せなくて、あのごめんなさいと言いながらなんか帰ってくみたいな、そういう育児のなさだったんですけど、はい、今全然そんなことないと思うんで、もう本当に自信を持って胸を張ってプレーしてほしいなと思います。はい、はい、分かりました。あの新潟のそういった話題もそうなんですけれども、まあ、今抱えているさまざまな問題についても大越さんに伺ってまいりたいと思うんですが、大越さん、いろいろ報道ステーションの中でも投手たちに対してもそうですけれども、地球という言葉をすごく使ってらっしゃったなと、はい、印象があるんですけれども、うん、そういう地球規模の気候なども含めて、うん、どういうふうに今こう世界あるいは新潟を見てらっしゃるんでしょうか。やっぱりこう僕の年代っていうのは常にこう右肩上がりで、はい、今日より明日より明後日の方がきっといい日になるだろうっていう、はい、そういうこの右肩上がりの時代を、少年時代、青年時代を過ごしてきて、今もその勢いでその生きてるところはやっぱりあるんですよね、うん、非常に楽観的というか。だけども現実には日本の経済とかも疲れてきているし、世界を見渡しちゃっても地球がやっぱりこの温暖化を象徴、うん、が一番象徴していると思うんですけれども、やっぱり地球がこう悲鳴を上げているように思うんです。僕らの年代はもうできることは限られているかもしれないけれども、その地球がもっとこう長く続いていくために、僕らの子供や孫の世代がまあ安心して暮らしていくため その何かこう時間稼ぎぐらいはできるだろうと、その間にひょっとしたら何か技術革新が起きて、その気温の上昇も抑えられて住みいい地球っていうのが維持されるかもしれない、でそのための時間稼ぎなら僕らはできるはずだというつもりでやってるんです。だからいい時代を生きた人間の責任として、次の世代に対して少しでもいい形でバトンを渡すっていうことを考える年代になってきたっ
だと思いますし、今実際にこの前の COP26 を見てもそのことが共有され始めている。だからこそいろんな国の対立とか、あるいは政治の政党間の対立とかを置いといても、同じ共通の目標がやっぱりこの地球をちゃんと住みよいまま残していくんだっていう目標がある以上は、つまらぬいさかいをしている時じゃないよねっていうのがいつも思いながら、あの日々の報道には当たっています。あの新潟という地域に目を向けた時に、まあ、脱炭素と言われていたり、あるいは再生可能エネルギーと言われていたり、そのあたりのポテンシャルというのはどういうふうに見えてますか？もともと新潟は山間部では水力発電で電源地帯と言われていましたし、はい、まあ、今東京電力柏崎刈羽発電所があります。まあ、稼働はしていません。で一番考える材料があるところでもありますよね。これから脱炭素のエネルギーをどう作っていくのか、どういうその持続可能な社会を作っていくのかっていう、そのフィールドとしての新潟県っていうのは実にさまざまな考える要素があると思うので、足元から、新潟の足元から見つめると日本とか世界の明日も見えてくる。そのヒントが多分豊富にあるのが新潟県じゃないかなと僕は思っています。わかりました。本当に森林も多いですし、石油の産出量もありますし、はい、本当に可能性あるなと思うんですけれども、やっぱりそういうことを県民がちゃんとこう理解をして考えていかなくてはいけないんでしょうか？まあ、僕の目線で県民の皆さん理解してくださいということはとても言えないですけれども、はい、こうふるさとをこう離れてるから分かることってやっぱりあるんですよね。あれだけのポテンシャルがあって、やっぱり人材もたくさんいて、人もよくって、それだけのところに新潟の人は住んでるんだっていうことは、離れてるからこそ分かる部分って大きいですよ。なるほど。そういう意味ではやはりこう今新潟っていうのはどんどんこう人口が減っていて、うん、まあ、東京一極集中なんて言われ方もされますけれども、うん、そういう意味でこう大越さんは新潟をこう今どういうふうに見てらっしゃいますか？帰るたびに例えば古町のにぎわいがどん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 なくなっていくとかいう寂しさはやっぱりありますよね。列車に乗っていてもその長いホームが、小千谷駅もそうかもしれないですよね。昔はその特急や急行が止まれるホームだったけども、新幹線がビュンビュン行き交うようになると小千谷の駅には多分2両とか3両とかそういう短い編成の電車が止まるだけで、それは別に小千谷市だけにとどまらなくて新潟県全体そうですよね。そういうところを見るとなんか苔むしたホームの中を見たりするとね、やっぱり寂しさっていうのは感じますけれども、でもそういうものだと考えれば、別に古町が寂れようとその代わり郊外が栄えればいいかもしれない、うん、古町の人もまたそれに参考してもう一回反映する道があるかもしれないということをやっぱり前向きに考えていく必要があると思いますし、実際コロナを経験してこの東京一極集中って一体何だろうっていうことを多分たくさんの人が感じたと思いますよね。なんで僕らはこの狭い東京にミシミシと集まっている必要があるんだろう。今はリモートもできる、いろんなその可能性がある中で、あ、新潟ってやっぱりそこの実際新潟っていう土地に触れながら生きていくこともできるよねっていうことをたくさんの人が今潜在的に思ってると思うんですよ。だから決して悲観する話ばかりでは僕はないと思うんですけどね。我々メディアもそうですけれども、やはりこう、まあ、人口が減ったとか借金が増えたとか、そういうマイナス面にフォーカスしてしまう、まあ癖といったらあるかもしれないですけど、そういうところがあるんですけど、メディアって、特に地方ローカルメディア、そうですね、はい、メディアってもうその地方ローカルに限らず、その東京のキー局にしたって、やっぱりその深刻なことを伝えますよね。問題ですよ、これ大変ですよ、僕らもっと注意しなきゃいけませんよっていう、まあ、そういう宿命にあるので、まあ、それ自体はもうやむを得ないにしても、やっぱりでもその中でやっぱり同じこう方を向いていけるなんか共通の何かであるとか目的であるとか、あるいは解決の糸口であるとか、そういうその前向きなニュースを一つでも二つでもこう伝えていきたいと思って取材をすると見つかるんじゃないかなと僕は思うんですけどね。もちろん深刻なニュースは伝える、だけど何か可能性の目みたいなものを大事に大事に伝えていくっていうのは、これはどこのメディアだって大事なことだと僕は思いますけどね。そういったマイナス面、課題をこう伝えている中で感じるのは、やはりこう新潟県の皆さんがその新潟に対する魅力を、まあ、失いつつあるというか、まあ、そういう雰囲気も感じるんですけれども、そういったことに対してどういうふうにこう前を向いてもらおうとこう私たちは努力していけばいいでしょうか？
よく新潟の人はやっぱ人が良くてね、そうですね、あれだけ魅力的になところがあって、だけど売り込みが下手なんだわねなんつって言ってね、言いますよね、 PR ベターというふうに、 PR ベターだからまあ新潟の人は人がいいからって自分たちはこうおっしゃる、いいんじゃないですか、人がいいんだから、その自然体がいいですよきっと。地方が少しずつこう縮小していくのは今の人口構造ではこれもどこだってやむを得ないことなので、それをその悲しがるだけでもダメだし、自虐的になる必要もないし、まるがままを受け入れて本当の豊かさって何って考えていけば、全然新潟捨てたものじゃないですよね。豊かさって別に金銭的なものだけではないし、じゃあ人がたくさんいることだけでもないし、そこにある豊かさって、そういう意味で言うと新潟はたくさん豊かさのフィールドが広すぎるぐらい広いですよね。そうです、はい、分かりました。渡辺さんもうなずいていらっしゃいましたけれども、新潟を離れて改めてこう新潟の良さとか新潟県人で良かったって思うタイミングってありますか？そうですね、東京のキー局のアナウンサーになって初めて研修で先輩に言われたのが、その先輩アナは広島県の出身だったんですけど、新潟から見た東京っていう視点っていうのがすごくこの仕事では生きてくるからっていう話をされて、確かに新潟でのびのびと自然のある中で育って、そこから見た東京っていう視点っていうのはすごく大切だなと思っていて、改めて東京に来て新潟の良さ、そういう自然があるっていう良さも改めて気づけましたし、アナウンサーとしてこれからやっていく上では新潟にいた時の気持ちも大切にしていきたいなと思っています。そうですよね。私も今日新幹線で改札を通るときにみんな IC カードでやってたんですけど、切符を持ってるのがちょっと恥ずかしくなったんですけど、それはどういう文脈で聞けばいいんですか？なんかすごい地方から来た感を感じてしまって、でも新潟の人だってみんな IC 使ってる、やってますか？私だけでしょうか？わかりました。今この話は欠かせないと思うんですけれども、新型コロナウイルス、新潟にもこう広がりがあります。だいぶ感染状況落ち着いてはきてるんですけれども、これからやっぱりこうどう付き合っていかなきゃいけないか、お子さんどういうふうに考えていらっしゃいますか？今日まさに、今日っていうのはあれなんだね、ちょっとあんまり言っちゃいけないんだね、コロナと共生をしていきましょうとか共存していきましょうっていうことを、最近よく言いますよね。でもそれってこう実は簡単なことじゃなくて、誰かにお願いして、そのいわゆるウィズコロナの時代っていうのは生きられない。で、誰だって新潟に住んでいようが東京に住んでいようが、誰だって自分の中でそのコロナとの向き合い方を一人一人が、だって自分の命の問題だから、自分の生活の問題だから、自分の責任で考えなければいけなくて、この議論をするときにロックダウンとかそういう強い措置を法律的に可能にしようよとかっていう議論は出ましたけれども、僕はそれは反対なんですよね。やっぱり僕ら新潟県民はやっぱり生真面目だし、自分のこと他人のことを均等に大事に考える、そういう県民性だと思うし、であればちゃんとマスクをするとか基本的なその感染対策っていうのは多分どこよりも生真面目にできると思う。自分ごとはイコール他人ごとであって、そういうことをちゃんとしっかりやっていく、その意識なくしてやっぱりこのコロナの時代って乗り切れないと思うんですよね。誰かにお願いしてみたり、誰かが法律で縛ってくれるだろうということじゃなくて、自分で向き合っていくにはどうしたらいいのか、そういう心の強さって新潟の人はとってもあると思うし、僕の中にもあると思います。渡辺さんはいかがですか、新型コロナについて、はい、お過ごし方とか、何かこう考えていることありますか？そうですね、大越さんがおっしゃってた通りかと思うんですけど、自分にできることを一つ一つやっていくしかないのかなっていうふうには思ってます。新型コロナでさまざまなこう生活のスタイルが変わってきていると思うんですけれど、あるいは観光ですとか、デジタル化っていうところについて、新しいポストコロナの社会において大切にしなきゃいけないことってどんなことですか？やっぱコミュニケーションじゃないんですかね。デジタル化になったとしても、やっぱりデジタル化って一気に加速化するでしょうし、メディア、我々メディアの世界だってやっぱりインターネットが中心の座をどんどん占めてくると、だけど残念なことに、そのインターネットっていうのは自由なようでいて縛りがありますよね。つまり自分の好きな分野、自分の、近い趣味を持った人たちとの、ある種こうフィルターバブルの中に
いて、広いこのインターネット空間の中で自分の居場所っていうのは本当実は小さかったりするんじゃないのかなと思うんです。だそういう時代だからこそどういう手段でもいいから、直接対面でもいいし電話でもいいしネットでつながるのもいいから、コミュニケーションをちゃんとお互い取っていく、自分と違う考えを持っている人の意見を聞く、多様性ってそういうことだと思うし、自分の中だけにどん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 こもらないで、たくさんの人に心の窓を開いていくっていうことを、僕はコロナの中ではとりわけ大事だなというふうに思いました。デジタル化とかインターネットの進展っていうものの対極として、それを大事にしてバランスを取っていけば、僕は世の中で全然捨てたものじゃないなというふうに思います。はい、そのインターネットということに関連して、今のお二人はテレビ報道の最前線に立っていらっしゃると思うんですが、このテレビで伝えるニュースの意味意義っていうのは大越さんどういうふうに捉えていらっしゃいますか。我々放送はブロードキャストですよね、はい、広くあまねく伝えるっていうことです。インターネットというのは相乗効果を発揮するものでもありますけれども、やっぱりこのインターネットっていうのは自分のその世界にその入っていくっていう、そのある種の癖も持ってるわけですよね。少しこう目を開いて辺りを見渡せば、自分が思っているようなことだけではなくて、いろんなことが起きている、その材料を僕らは提供する仕事だと思うんですよね。だから放送っていう仕事は、一気に一度にたくさんの人たちにその良質な情報、良質な判断材料をその提供するっていう意味では、決して僕は色あせるものではないと思っていますし、その確信があるからこそ毎日やる気を持って仕事ができているんだと思います。なるほど。今回新潟でも、今回選挙があったと思うんですけど、10代20代の若者に街頭でインタビューを聞くと、いやテレビ見ないんで分かんないんですって言われるんですよ。これは何なんでしょうか。だからテレビ見てもらえるような魅力的な番組じゃないですね。そこが全てなんでしょうか。我々も自信持っていいと思います。だって、はい、僕はよく言うのは、オールドメディア上等だと、やってきたんだとここまでって、放送の創世期から数えて、たくさんの先輩たちがこのメディアの放送というメディアを築き上げてきて、それはやっぱり蓄積っていうのは絶対駆け出しのインターネットメディアにはないですよ、これだけの蓄積は。やっぱりそこに自信を持って、僕らはやっぱり視聴者の皆さんにやっぱり良い判断材料、まっすぐ行く、その両方を見渡すためにもまっすぐ行くっていう、その姿勢でね、ど真ん中を直球投げるんだっていう、それを世の中に問うていくんだっていう、その姿勢は持ち続ける必要があるし、そうでなければやっぱ本当にオールドメディアとして葬り去られる可能性があるので、踏ん張り時だと思いますけどね。わかりました。そろそろ、はい、では時間が来ましたので、最後にぜひ新潟県民の皆さんにメッセージをお二人からいただければと思いますが、渡辺さんからいただけますか。はい、はい、これどうしましょうか。カメラにいただきますか。はい、すみません、お願いします。はい、はい、私は個人でインスタグラムをやってるんですけど、そこに同郷です、頑張ってくださいというコメントをいただきまして、非常に元気をいただいています。私も恩返しとまではいかないと思うんですけど、この番組でいろいろニュースをお伝えしていく中で、皆さんがこう夜にほっとして一息つけるようなニュースをこれからもお伝えできたらなと思っています。いつも応援していただいてありがとうございます。応援してます。お子さんお願いできますか。はい、はい、新潟に住んでいるときは、新潟の冬は寒くて辛いなというふうに思っていたんですけれども、この異様に空が青い東京の冬をいくつか過ごすうちに、寒くて空が鉛色で雪もちらつく、その新潟の冬が実はとっても暖かいものだということを今更ながらに思っています。寒さの国、雪国新潟だからこそ感じられる人の情というもののありがたみというのは、実は新潟にお住まいの皆さんよりも私たちの方が感じているかもしれません。渡辺さんと一緒で、その恩返しのためにも日々毎日一生懸命全力でニュースを伝えていきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。はい、はい、本当に応援してますし毎日見てます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。